はいえー、それではあ令和2年度合格者の、はい、お種本さんに 2>,、はい、2年目3年目の勉強についてお伺いしようかなと思うんですがレックで基礎講座受講されて1年目、まあ、残念ながらダメだったじゃないですかものすごい頑張っていらっしゃった記憶があるんですが、はい、1>, 1年目ちょっと今ねれ折り返しほどあれですが、はい、1>, 1年目の敗因って何だったと思います1年目ののは民民法法ですかね、うん民法の 理解と暗記がしっかりしていなかったのが不合格という原因になってしま。不合格になってしまったのかなと思います。うん、で、じゃあ、二年目もじゃあ、レックで勉強を続ける。 というところで2年目はターゲット攻略講座、はい、こちらを受講されたと思うんですがそれは通信で、はい、あのウェブでずっとコツコツ進めていってという感じだったと思うんですが、はい、で 3, 年3年目はパーフェクトローラー講座を受けて,て、はいて、はい、根本先生の講義ずっと受けていらして 2>,、はい、あの2年目の勉強こうすればよかったなとか、はい、これがよかったとか3年目の勉強こうでよかったとか何かありますか、はい えっと、2年目の勉強なんですが自分の実力とあと講座が合っていなかったのかなと、うん、講座に私の実力が及んでなかったのかなというふうに思っていてうん、うん、基礎が1年目結構あの時間がない中で詰めてやったところがあったのでまだ定着しきってないところがあってでそこが。 うまくいかなかったのかなと思います。で、三年目が、もう、私にすごく合っていたと思います。<laughs> はい。 まあ二年目そうやってね基礎も一緒にやりながらすごく相当上げてったと思うんですが、でそれが三年目にしっかり結びついて、ものすごい合格点点数良かったですもんね。そうですね。午前問三十四問でしたっけ。そうですね。頑張ったところがちゃんと民法すごいもうねあの完全攻略しました。そうですね。はい良かったですね。じゃもじゃその民法の攻略だとかどうやってやりました。講義を聞くのももちろんそうだと思うんですが、講義を聞いて内容を理解 できるところまでして、うん、であとはもう条文ともう向き合いました <laughs> 逃げてた条文と向き合ったりはい、はいはい、条文をどうやって覚えていけばいいのかなってずっと一年目からそれが課題だったんですけど、うんうん、抽象的じゃないですかで,す、ね、で例があったとしても、うん、その例もよく意味がわからない錯誤んん、うん、とかうん、うん、本当に全然理解できなかったんですけど、うんうん その条文をそのまま理解しようっていうふうに決めてからちょっと割り切れました、うんうん、あじゃあもうそのいろいろあれこれ考えずに、はい、その条文そのものを大事にするっていう学習、はい、そうですね、はい、あとは民法の概念とかに慣れてきたっていうのもあると思うんですけどまあそうですねある程度回していくと、はい、これってもうこういうものだみたいなものが染みついてきますよね。そうですすねああとと改正も大きかかっったたなって他ののの受験生人ち ベテラン受験生とかも何も関係なしに、うん、みんな同じスタートだったので、それが結構モチベーションにつながりましたね。はあ、それはよ良い。でもあのプラス思考で良かったですね。はい、はい。ではあのでもそうやって講座を受けてる中で、はい、やっぱり2年目3年目で勉強していくと、はい、すごく辛かったりだとか、はい、モチベーション下があったりスランプってすごくあると思うんですよね。はい、それ1年目でももちろんあると思うんですが、はい、どうやってスランプから脱出したり。はい モチベーションって回復させました。そうですね。すごい二年目は落ちましたね。かなり孤独でしょしかも孤独でした。<laughs> 周りの友達はみんな働いていったりとか、こう新しい世界に出ていく中で、うんうん、自分は条文と向き合ってうん、うん、<laughs> いて、でもあの働 貸していただいてた、うん、あの事務所の方々も応援してくださってたりうん、うん、あと佐々木先生とかだらあの根本先生とか講義の中で小話をしてくださるじゃないですか。<laughs> <laughs> あれとかですごい元気をもらって、うん、であ頑張った先を想像することができました良、うんうん、かったですね。うんそのね 周りのご両親だとかご家族お友達だとかもすごく頑張ってる姿を一番近くで見てきたので多分若がことのように嬉しいと思うんですがじゃあそうやって受けてきてじゃレックの最後仕上げでトーレンとかもし模擬試験受けますけれどもそれどうですか模擬試験だととか受けた感じ年年目目はもう トーレンをこなすのも必死で <laughs> うん、うん、復習なんてもう全然できてなかったんですけどうん、うん、3年目はマレックのスケジュールある程度分かってたってこともあって、うん、どういう頻度でもしがやってくるとか詰めないといけないとかっていうのも分かってたのでこう自分で前倒しして、うん、あの復習の予定を立てたりとかはできたので。うんうん あの、それはとても学習に役に立ったと思います。どのぐらいその模試だとかって回しました。えっと、三回解きました。はいはい、一回受けて、はい、で、その後、あの、もう一回、あの、二回、三回繰り返して。一、ね、回受けた後って、はい、じゃ、あもう過去問みたいな感じで、今度繰り返しの演習解いて覚える素材みたいな感じになるんですか。そうですね。そ、え、れ、っとも本番のシミュレーションみたいな形で、模試の種類にもよるんですけど。ファイナルからは。もう。うん 本番のような感じで。で、あの、なんだっけな。えっ、ー、と、そのファイナルの前。あの、その頭の模試ね。はい。うん、あの順番に民法から。解いていく。あれは過去問のようにして使ってましたね。うんうんうん、あ、はいはいはい、はい。うん、じゃあ、ああの。 ね、実力要請だとか1月から始まる当蓮と、はいはい、あと4月以降の直前期の当蓮でその取り組み方を変えていったっていう感じです、ね、あそうですね、はい、あでもそれはすごく参考になると思います。あはいはい、ではあのーねえー、っと2年目3年目、はい、あのすごく辛く頑張っていらっしゃる受験生もいらっしゃると思うんですが、はい、ちょっと何かメッセージアドバイスあれはお願いします。はいえー、っと受験の期間間が長くなるるにつれて、えっと、苦しい時間とか我慢する 時間が増えると思うんですが、その時間をできるだけ短くするためにもこう。追い,まあ、もう追い込んでると思うんですが。まあ。より一層。こう気持ちを込めて。やっていただけたらなと思います。はい。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。